水はもう燃え尽きたよ。バタリ。アンズちゃん？アンズちゃん？お疲れだったんだね。私も。みんなの役に立てるならそれがナナの喜びですから。ナナちゃん、ほらアンズちゃん、汗も拭かないで横になってたら風邪ひいちゃいますよ。後でじゃなくてちゃんと汗拭いて、動く体力がなかったらせめてタオルかけて。分かったから。ああ、ミクちゃんが顔真っ赤だったから冷たいの持って行ってあげなきゃ。なんだか世話しない。ああ、忙しい。でもなんだかナナちゃん楽しそう。ナナちゃんはあれだね。分かった、おかんだよ。おかん。世話焼きな感じとか、せかせか動くのとか、奉仕するのとか、お世話するのが好きなところとか、あれはメイドでもリーダーでもない。あれはおかんだったんだよ。私たちのことをたくさん気にかけてくれたもんね。まるでお母さんみたいに。ふぅ、あ、二人とも落ち着きました？メイク室混むからちゃっちゃと行ってきてくださいね。脱いだ衣装は衣装さんに渡すんですよ。はーい。楽しそうですね。私がいない間に何かいいことでもあったんですか？ううん、今いいことがあったっていうか、ずっといいことがあったんですね。ねえ、なんですか。いいことならナナにも教えてくださいよ。教えてってば。